Good luck, everyone. 皆さん、こんばんは。Welcome back, Kawabi-san. We missed you. ガイチャンネルです。あ、せや、今ですね、アナウンスしてたのはブレットさんですね、3番手。いつもの2番手、ラッセル君。永遠のライバル。Good luck. そして5番手にコナーさん。4番手にどなたでしたっけ？2番手3番手がねオーストラリア同盟なんですよね。4番手のダリオさん、名前的にはイタリア系ですかね。さあこの4人とですね戦っていくニュールブルクリンク北コース、スキップバーバー3周のレースをお届けします。さあレッドシグナルからスタート。2番手のねラッセル君が1周目早々ちぎれてくれないかなっていうね期待をしながら1コーナー、あ結構ラッセル君早い、さすが永遠のライバル、うん、みんな2、3、4番手ついてきてますね。さあこの1周目8000馬は大事、うん、悪くない。ちょい良くない。さあ 0.6 秒ですか、これはダメだ。もっとね思い切り引きちぎらないと、うん、せめてね1秒以上でね、ここのねここはまあフルークプラッツ超えた右ですよね。ここもねうまくいけば 0.1 秒ぐらいね差をつけられるんですけど、さあもう後ろまで、迫ってきましたね。まあ、ただね予選タイムは結構ね差をつけてるので、おこれはアウトから来る気か来る気か、おなんか並んでいる。いやこれはねどうだ、いやサイドバイサイドですね、これはねまあ譲れないですね。これはねガイル選手としては後ろを引きちぎっていきたい。さあここは譲らない。まあね、もっと速いドライバーであれば考えなくもないんですけど、うん、今の、ね、状況は総合的に判断してなしですね。まだまだ、ね、タイヤ冷えている状態ではちぎっていけるチャンスありますんでね。さあアデナーフォースと立ち上がり、ラッセル君今一つ良くなかった 0.6 秒、あちょい滑った、おー滑る、うん、いかん今のでね、うーんあそこのメッツゲスフェルド侵入で結構リア滑らせてしまったので熱が入ってしまいましたね。うん、もったいない、うん、今のね、うん、カレンハードもっと上手にクリアしていればここで 0.8 秒ぐらいね差をつけられていたかもしれないと考えるとちょっともったいなかったですね。さあ後続が少し差が空いてきましたかね。さあこれは後ろの隊列を乱していきたいですね。とはいえ、全員 0.5 秒ずつ均等に並んでますね。4番の、ね、ダリオさんがちぎれてくれると結構楽な展開になるんですけども、どうでしょうか。さあこれはね1周目序盤仕掛けてこようとしてきたラッセル君なので、これはねおそらく仕掛けてくるパターンですね。さあアウトから、おアウトから2台、ラッセル君とブレットさんと両方
グレットさんが先行きましたね。さあそしてラッセル君が後ろに控えて、うん、4番手の、ね、ダリオさんもついてきてしまいましたね。さあこれは4台のパック、後ろ2台ともついてきてますね。うん、あ、これは失敗してますね。結構ね、予選ラップタイムを見るとね、もうあのこの2人ともガイル選手の2秒以上、落ちてますんで、ね、奥ゆかしいドライバーであれば結構後ろに控えてねくれてたりするんですけど、まあ、そういったね、自由奔放な OG 連盟ですね、オーストラリア人の2人はね結構まあガツガツ陽気に攻めてきますよね。だいぶスライドが、うん、入ってしまいましたね。さあメインストレートに備えてそろそろねスリップ入る準備をしておきましょう。さあまず1段目ガイル選手、そして後ろからさらにラッセル君が来てますね。そしてラッセル君が離陸、ガイル選手はまっすぐ左からブレットさんですね。さあすごい勢いで、おお危ね危ね、青のダリオさんがカットンできましたね。あやっぱね4番手最後方からね加速が非常にいいですね。さあ右側にラッセル君いましたけど引いてくれますね。さあ左側にブレットさんが来そうですけど、ここはよし位置取り勝った。ダメやがい。うん、やっぱりねこの予選タイムのラップ順でいくとガイル選手はできるだけ前の方に一度って、隙あらば、ね、後ろを振り落としていきたい、そういった展開を、ね持っていきたいですね。後ろの、ね、ブレットさんのカラーリングがすごいですね。昔の昔の第二次世界大戦のなんか戦闘機みたいな表情がついてますね。さあこれはね、うん、ちょっとスリップを外して先頭交代狙っていきたいですね。さあどうだ、ちょっとスリップ外しすぎたかな。
いやでも、うん、いい感じですね。よしよし。さあこの車速であれば、さあインガー上げてくれましたね。さあ後ろからブレットさん来てるけど、ここはもう3台分のスペースはないぞ。さあしかし後ろがサイドバイサイドになっている。ああアウト側のダリオさんが引きましたね。2番手にブレットさんが上がってきました。この押し出しの強さ、まあね、曲がりなりにもブレットさん 6K ありますからね。このね、ミル北だとブレットさん対してガイル選手有利なんですけど、他のコースだとね、やっぱ負けてますよね。うん、さあラッセル君がやや遅れ気味。Braking for the right-hander. Yeah, always fun. Just to try the gandos in these things don't work as well as they do in a rally car. Yeah. Hmm. でもラッセル君ついてきてますね。ブレットさんと、0.4 秒差あんまり変わってないですね。しかしラッセル君が結構やっぱり苦しそう。出てくるか。右から来てますね、ブレットさん。さあポジション交代。ここはね、2番手を譲りたくないですね。右からダリオさんも来てますね。おー粘る。引きましょう。再び4台の安定した隊列に変わりましたね。あまりね、あそこは外に出ても大したことないようですね。
これはねファイナルラップどうするかですね。おお、またおお、これはかなりはみ出している。あ、戻ってきましたね、戻ってきましたけど、さあどうだ。そうだ、タイム差、タイム差いいですよ。もうこれ前詰め詰めで詰め詰めで4番手のブレッドさんをちぎっていきたい。いいですね、いいですね。3番手4番手が 1.5 秒、これはいいですよ。スリップちぎれてる位置取りですね。うん、でさらにメインストレートでね3台協力すればもっとねちぎっていけますからね。さあラッセル君も遅れた。さあこれはね、前のダリオさんと2台で協力して後ろをね、後ろをちぎっていきましょう。待って待ってっていうねやり取りしてますね。さあよし、このね2台協力で後ろもう 1.8 秒離れましたから、でダリオさんはオーバーテイクしてこないですね。さあただ後ろラッセル君とブレットさんが協力して追いかけてきている。これはね、これやっぱりここからの、ね、コーナー区間でプッシュしていかないと追いつかれてしまう危険性があるので、ここはね先頭のガイル選手プッシュですね。さあいよいよファイナルアップ、後続2番手3番手 1.4 秒差ですね。これは油断できない。 1.2 秒まで、そしてラッセル君が、遅れてますね。これは何があったんでしょうか。さあ2番手3番手が 1.9 秒差まで再び開きましたね。よし、これはいい感じ。さあ後ろのダリオさんは来そうに、どうだ、来ないですね。よしよし、ではではではプッシュさせていただきます。3番手ブレットさんが 2.2 秒後、その後ろにラッセル君が4番手でつけてますね。あ、ラッセル君が遅れている。これは何が起こったのか。あ、めっちゃ遅れてる。ラッセル君脱落。さあブレットさんはもう 2.3 秒後方ですので、もうこれはね上位2台のマッチレースですね。さあダリオさんに若干差をつけていますけども、どうですかね、ここから先のドライファッハレヒテスからベアザイフェンにかけてガイル選手だいぶ改善してきたと思うんですけども、まだね今もねちょっとスライド多かったですね。ここでね
ここで 0.3 秒とかドカンと引き離せれば強いんですけど、逆に 0.1 秒縮められていますね。さあ後ろダリオさん 0.6 秒差ですね、これは、これはまあ全然足りないギャップですね。まあ、でも3番手のブレットさんにじわりじわりと、ね、ギャップを開けていってますので、まずはこれ順調ですね。あとはねこのファイナルラップ最後のストレートでどういう風にね駆け引きをするか、ここはね考えどころですね。さあこれは来ないですね、来ないですね。まあね、あのブレットさんに順調に差を広げていることと、まあ、やっぱりねメインストレートは後ろにつけた方が有利かなっていうのはねありますの でこのね3台の位置関係だとガイル選手はあんまり、ね、最後駆け引きでアクセル緩めらんないんですよね。そうするとブレットさんが追いついてきてしまうんでですね、これは悩ましい。まあ、でもねとにかく今プッシュし続けるしかないですね。後ろのダリオさんカルセル外れた、外れた。さあこれギャップはどうだ、ギャップは 1.3、1.4、1.5、あ、これはチャンス、チャンス、どうだチャンス、1.6秒、これはチャンスでしょう。ここ全力プッシュですね。 1.6 秒あればこれスリップからは外れます。さあ2秒に離れました。よしよしよし、これはプッシュプッシュ。ダリオさんも追い上げてきている。 1.8 秒差、これ逆に後ろのダリオさんがその後ろのブレットさんに追いつかれてこないかどうか、これも心配なところでしょうね。さあいいですね、 1.9 秒ギャップ維持しています。さあミラーに後ろ見えましたね。あーブレットさんが大きくミス、これで後ろのダリオさんは楽になりましたね。これすごい、すごいなんかブレットさんのラップペースダウンが著しいんですけど、これなんかぶつけたんですかね。これは3番手ブレットさんと4番手コナーさんのギャップが、これはなんかスリリングで、こっちの方がなんか見ててドキドキしますね。さあガイル選手はもうね安全、圏外にスリップ圏外にもうね離脱しました。あとはねゴールを目指すだけですね。いやこのねダリオさんをカルセルでちぎったっていうのがね、これは結構ね楽になりましたね。
さあ栄光のチェッカー。ありがとうございます。ありがとうございます。いやそう、昨日ね、テーマソングが、全然かかってなかったっていうですね、失態を犯してしまいました。今日はね、もうテストしましたので、ちゃんとね、テーマソング付きでお別れできていけるだろうなっていうポールトゥインでしたね。2番手がダリオさん。結局、最後、ニールさんが上がってきたんですね。で、4番手がコーナーさん。5番手にブレットさん落ちましたね。で、ラッセル君、あ、ここまで落ちたんですね。これはかわいそう。はい、いうわけでオープニングラップからお別れしていきましょう。はい、ちょっとすいませんね、テーマソングのね、セッティングがありますので、はい、今日はね、やっぱり1周目なかなかね、もうちぎっていくのがね、難しい、状態になってしまったので、なんとかね、逃げ切って、優勝というですね、で、SOF もね、十分高かったので、この優勝はね、アイレーティング的にも美味しいなというところで、ホクホクでございます。これもね、視聴者の皆様のおかげですね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、今日こそはですね、テーマソング、夕焼けをですね、夕焼けではないですね、矢作渡さんの約束をかけながらお別れしていきたいと思います。よろしければ、チャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイル、チャンネルでした。いつか見た夢のよう、風に舞う白い帽子追いかけ駆け出す二つの影帽子、ときめきは音もなく降り注ぐ「そびれた」
して